Good morning, everyone. Welcome back to another video of How Are You Doing?、this is my political speech about、20 minutes.、I'm going to try again.、let's do this. ということで、今、もうものすごい時間遅くなっちゃいましたね。ちょっと、そうですね。ポコちゃんもね、他の、ライブ配信もやってみようと思いますので、どんどん遅くなっちゃいますけども、明日はね、もうちょっと早く来れるように、頑張りたいなと思います。今日も子どもの未来を作る等として、ちょっと自分のコンセプトをね、またスピーチしていこうかなと、思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。今日も4ぐらいでね、4のボリュームぐらいでやろうかなと思います。まだ選挙じゃないので。こちらは子どもの未来を作る党代表の、杉本です。2015年の後半ぐらいから政治活動を、やっていて、今日、一応、2、30分とって、2、30分だと長すぎるので、大体10分弱に、カットをして、なるべく今日中にね、動画を配信していこうかなと、思っております。で、YouTube チャンネルだけではなくて、いろんな、ただその学校の教員の数はどこの学校に行っても余ってますので、おそらくその正規の公務員の数だけでも350万人ぐらいはね、日本国内にはいると思います。で、当然人件費は全て税金ですし、日本で最高の、待遇を、受けているのは公務員だけですから、もうかなりの、税金負担もあるのかなと思います。問題なのは金額というよりも民間企業と公務員の、待遇の格差だと思いますから、ここら辺はやはり情報を公開して、問題が、提起できるように、ガラス張りにしていきたいなと思っています。大体スーツ手当5万円もらうとか、メガネ手当があるとか、遅刻 OK とかね、こういったのは公務員だけですからね、なかなかそういったところが、表に出てきませんので、自分の学力でも、教員採用試験の英語のテストはね、非常に簡単だと思いますので、もうちょっと難しい問題にして、学校のね、英語以外の教員にも英語のスキルを求めた方がいいのかなと、思います。条例で変えれる範囲であれば当然改善を、していきたいなと思います。世界の共通語が英語に、なってしまっていますので、日本語しか喋れないというのであれば、かなり、不利な状況になるかもしれませんので、最低限英語が理解できるようになれば、入手する情報の量も質も、格段にアップすると思います。情報強者の方が金儲けするチャンスもありますし、世界でも、活躍できるぐらいの、子どもたちを教育していきたいと思っていますので、もう少し、税金の、税率が、かなり違うということだと思います。理由はよく分かりませんけども、なってからフラット課税に、減税を、しています。その結果、25% ぐらい、税収入が増えたということですから、日本もある程度減税をすることで、税収入が増えていくような、そういった、スタンスで、政治をやっていく必要があるのかなと思います。税金に頼りすぎていると思いますし、日本の公務員は税金がなければ手も足も出ませんので、あとは、投資の知識があれば、てかないとそういったこともできませんのでね、ただただぬるま湯公務員の餌食になってしまいますから、これからの子どもたちも、公務員の餌食にならないように金融の、教育は、導入していけるように、議会の方に、提出をしていきたいなと思っております。ただ学校にその金融の教育を教えることができる、教育公務員がいませんので、それも大きな問題だと思いますが、ただ方向を、まずは決めていかないと、
何も決まることができません。思ってる以上にね、空き家も多いし、空き部屋もたくさんあります。まあ、こういったものもうまく再利用して、リノベーションして、活用できれば、例えば、そうだな、子育て世代の人たちとか、あとは起業を目指している人たちにアピールをして、まあ、人口の、ね、底上げも、できるのかなと思います。だから古民家ビジネスもね、非常にチャンスがあるような気がしますが、まあ、いろんな経理の問題もあるので分かりませんけども、まあ、基本的にはその何らかのね、思いますので、漁港も規制を撤廃して、漁港そのものをね、開放していきたいなと思います。まあ、プライベートヨットを持っている、日本人も結構たくさんいると思いますので、例えば漁港を開放すれば、プライベートヨットの維持費もかなり安く、できると思いますし、例えば静岡県内の漁港とか、年間費を、ね、払っていればどこでも、安い金額で、ね、停泊できるとか、そういった自由度を持たせれば必ずそのマリンレジャーも、ね、普及をしてくると思います。まあ、去年の10月に公務員の都合で消費税も、ね、10% になってしまっていますので、当然財布の、ね、紐も固くなっていると思うんですね。ただその個人の金融資産が、市場に出てこないので、経済も、なかなか良くならないと思いますが、プライベートヨットを持っている、ねクラスの人たちは当然かなり違うと思いますので、ね、まあ、富裕層でも質素な生活をしている人もいますが、まあ、プライベートヨットとかプライベートジェットを持っている人たちもたくさんいますから、まあ、そういった富裕層クラスもね、呼び込んでこれるようなね、かなりそのお金が市場に出てくるのではないのかなと思っています。でたまに弁天島で動画を撮影していますが、まあ、ほとんど釣りだけなんですね。マリンレジャー、まあ、季節的なこともあると思いますが、まあ、真夏に行った時もその水上バイクがね4台ぐらい走ってるだけで、しかも弁天島にその乗り付けすることもできないですからね。あら、行ってらっしゃい、おはようございます、こんにちは、駆使されて、だからそういったところも開放すれば、かなりそのおはようございます、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、また明日、今日早いね。まあ、プライベートジェットの駐機スペースを作れば、おそらくそういった本当のね、スーパー金持ちも、静岡に来るということも考えられますから、当然使ってくれる金額も、かなりの金額になるのかなと思います。まあ、毎年5億円の、ね、赤字を垂れ流していますから、静岡空港にもプライベートジェットの、ね駐機スペースは作った方がいいのかなと、まあ、そういった提案ができるように、ね、頑張っていきたいなと思います。興味を持ってくれるのかなと思います。ですのでプライベートジェットが離発着できるように静岡空港のお金を呼び込むためにも、プライベートジェットが離発着できるように、検討を、ね、していけたいなとは思っています。まあ、日本国内には、まあ、確かに日本は規制だらけだし、まあ、ぬるま湯公務員のせいで、ね、税金が高いですから、まあ、個人では、経済の発展につながるのかなと思います。ということで、まあ、子どもの未来を作る党としてはですね、漁港を開放したいと思います。ご清聴ありがとうございました。よっしょ。まあ、ということでね、25分ですね。まあ、これぐらいでちょっと、また動画配信もしていこうと思いますので、これで終わりたいと思います。All right guys, just finished my political speech. Thank you for watching. Smash like button and subscribe. Stay tuned. See you there. Yeah, bye.